よっしゃ。いきます。ほんならもう、寸芸のイーダーでいきますよ。無編集。無編集で、ちゃちゃっと。甘噛みなしで。甘噛みずるずるずる言うて。ほら、行っていきましょうか。いきます。よっしゃ。よっ。宮西尾美の。ミッドナイトシスターいやいや、皆さんこんばんは。宮西曜日のミッドナイトシスターズ、皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうかね。寒なったりぬくなったり、いろんな感じですが、だんだんとね、春に近づいては来ておりますよね。 MJ 教官は花粉症大丈夫ですか？はい、1ミリも。お、もともとない人。もともとないです。あ、もともと花粉症なしなんや。はい、それいいね。あ、お姉さんは？いや、お姉さんはね、花粉症持ちなんですよ。あ、感じてるんですか、今。いや、今はね、まだ大丈夫なんですけど。あ、なるほど。あのね、みんなよりもちょっと遅い目に来るんですよ、いつも。なので、こっからもうちょっと、もうすでに来てる人いるでしょ。結構、周りは、ね。ひどい人はもう来てますよね。はい、で、はい、市販代いつもだいたい4月入ってぐらい、もしくは4月半ばぐらいから、でちょっと遅いんですよ。6月頭ぐらいまであったりするんですよね。なる。あ、それ意外と長いですね。そう、意外と長い。だからちょっとね、人と違うから、みんな大体終わってんのにまだグズグズ言ってるみたいなね。前にも話したかもしれないですけど、うん、すぐ近く杉の名所なんですよ。三部杉っていう杉の名所なんかそば、はい、っていうか、もう地元なんですけど、うん、花粉の CM とかで、ね、うん、あのこう花粉がこうバーって出てる、はいはい、ちょっと黄色く見えるような、あの画像とかってこう、まあ、ネガティブなイメージで使われるじゃないですか。はい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 。あそこめがけてサッカーボールとか蹴ってたんですよねリアルにはい。だからいちいち浴びてたんで、こう、はい、はいはいはい。人ってそのアレルギーが許容できる限界になると発生するわけじゃないですか。うんうん。さらに超えるともうなんない、ならないみたいな。すごいな、それすごいですね。でもそんなところでもしなったとしたらもう地獄でしょ。地獄っすよ。子供の時だから覚えてないんですけど、みんな花粉症だったのかなって今思えば。なんかね、市販代はね、大人になってからなったんですけど、なった年、なった日まで覚えてますよ。何月何日？なんかあのね、オケに入って何年か経って、はい、でその当時まだ地方オーケストラシリーズみたいな感じで東京公演やってたんですよね。お、隅田トリフォニーで、はいはい、トリフォニーに行くのに新幹線乗って、はい、浜松ぐらいを通り越した時に新幹線の横の山が黄色く見えて、あ、これ花粉舞ってんやなーって、スギ花粉かなーって、はい、いう話をメンバーとしてたんですよ、はい、そしたらその後ぐらいからなんかツーって、あれあれえマジってで、そっからそっから花粉症、錦糸町で降りる頃にはもうズルズルですよ。もうなんて鼻にティッシュ詰めて、あの本番しましたよ。そんなこうくっきりいくもんすかねえ。そうだから、あの見た目に左右されるタイプなんかもしれないですねいや、ほんで年取ったらね、治るんちゃうかっていう噂もちらほらあるんですよ。要するに感覚が鈍くなるというか、若い頃は過敏じゃないですか、敏感に反応するから、年取っていくとそれが鈍くなっていくんで治っていくんじゃないかっていう話も聞いたりしてて、確かにね、じいさんばあさんで鼻ズルズルしてる人あんまいないんですよね。あ、確かにそうっすね。うん、花粉症や言うて病院行ってる人あんまじいさんばあさんで見ないんで、うん、いや年取って、うん、まあもうぼちぼちね、そういう年やと思うから花粉症も治っていってくれたらなと思ってるんですけどねなんとか言っておりますが、今日もやっていきましょう。おみしし半大と MJ 教官でーす。よいと。いやいやいや、お姉さん。いや、お姉さん、リアルに、はい、結構移動がきついっすちょっと大、まあ大変ですよね。この間も、あのこの間お世話になりました、ありがとうございました。楽しかったな燃えたなまあでもその恐竜公園以外にも結構あちこち行ってはったでしょ。まあなんだかんだで年明けてからいろいろ行っ
ってますね。ツアーがあったりとか、まあでも旅が増えるとうまいもんもいっぱいね、あちこちで食べれたりすると思うんで、これがまた良くないこれが良くないこれがまた良くない。結構ね、あの、はい、節制してたりしても、はい、まあまあ1週間2週間で旅出ちゃうと暴飲暴食がねあの生活やめられなくなっちゃう。なるほど。あ、本じゃもうあちこちで結構、まあ、美味しいものも食べてきたりしてはるんですね最近。はい、意外と、はい、ちょっとほな久しぶりに言っときましょうか。あ、ってことはネタがない。いや、そんなことないですよ、そんなことない。ネタは豊富にあるんやけど、でもあの、うん、意外とあのここ数回ちょっとアカデミックな、そう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 、ためになる話をずっとねやらせてもらってるんで、はい、たまにはリラックスした話をね、はい、たまには、はい、というわけで今週はお互いにあちこち行きまくって食べてきたうまいものと、それから近況報告的なお話ができればなと思っておりますので、はい、皆さんぜひあの楽しんで聞いてください。サクッといきましょう。サクッサクッとね、サクッとね。はい、てなわけでですね、はい、まあじゃあいきなりもうあれしますか。いいっすか、もうじゃあ教官からいきますか。もうじゃあ、 あのキンキンなところで、はい、こちらででんと、はあ、これあの見たことある方と一緒に写ってるそうですね、もうあの最近見た人ですね最近見た方と一緒にね、はい、まあ、その恐竜公園、はい、恐竜大作戦公園の本番の前にですね、はい、はい、食べに行きましょう。カレー、これもうこれインディアンカレーじゃないですか。あ、もうあのお姉さんのが多分おなじみインディアンカレー。そうなんですよ。それでね、はい、小谷さんが、はい、そのゲネプロ始まる前に、うん、よしカレー行こうかみたいな、ぜひぜひ行きましょうって言って、はい、はい、でさ、ゲネ始まるじゃないですか、うん、それであのアナウンスがあって、改めてあの今日お弁当出てますみたいなで後ろのピンパリの方からそれ忘れてたみたいな声が聞こえて、うん、どうするのかなと思ってて、でお弁当のところに小谷さんいて、うん、なんかお弁当食べようとしてるんですよね、うん、でもなんか僕も寂しいから一人で行こうかなと思って、ああ。もうあの別にあのお弁当今食べないでもいいやと思って、うん、近いんですかって言って、じゃあ行くみたいになって、うん、で僕行きます行きますって、小谷さんはね、おかずだけ食べた後に一緒にカレー食いになるほど。え、小谷さんカレーライス食べてました。カレーライス食べてました。あの、あ、ノーマルなやつ、うん、実はね、はいはい、あそこのお店ね、カレーをかけたスパゲッティも有名なんですよ。そう、あそこありました。そう、カレースパゲッティがあって、あれ食べてみたいなと思ったんですけど、まあ、1回目だったんで、はいはい、もうね、小谷さんいつも行くたびにカレーライス頼んで食べながら、人がパスタ食べてんの見て、あー今日パスタにするんやったって毎回そう言うてるカレースパゲッティにしたらよかったー言うて、人が食べてんの見ながらねで次もカレーを頼む。そう、次もカレーライス食べてるであの人ね、ものすごい汗かきなんですよ。そう、それでその時も、はい、パッと出ようとしたんですけど、うん、あ、そう、タオルを持ってくの忘れたんですよ。あ、はいはいはい。で戻って小走りで取ってきた、わざわざあかんねんみたいなんでタオル持ってダラダラ汗かきながら食べて、しかもね、もうバスタオル級のタオル持っていくじゃん。そう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 いや、でもあのカレー、うん、パッと食べたらちょっと甘みがあるけど、後から来るんですよ、ね、後から辛さが来るっていう、うん、美味しかったです。美味しいでしょ、うん、はい、あそこのカレーね、前に一遍堺でね食べたカレー、あれも甘いけど辛いみたいな。そう、関係ないっすよね。関係はないんですよ。でもちょっと似てるでしょ。似てますよね。似てるなと思いながら、うん、そうそうそう、インディアンカレーうまいんすよ。ちゃんとルーとご飯を思い出
食べました。ちゃんと素晴らしい、素晴らごい素晴らごい。いや大阪来たらね、結構チェーン店であっちこっちあるんで、はい、あの探して近いところ近場でまた見つけて食べに行ってみてくださいね。なかなかね、うん、フェス行かないんですよ。あ、そうなんですね。結構なんかイベントごとのあれとかでコンサートとか結構やりますけどね。僕がね、多分これ3回目ぐらいなんですよ、まだ。あ、そうなんや。はい。なので、その、あの辺あんまり開拓できてなくて。うんうんうん。で、なんならシンフォニーホールの近くもカレー屋さんあるじゃないですか。ある。うん。ありますよ、ジョートカレーみたいなね。あ、ジョートカレー、ジョートカレー、はいはい。うん、だいたい大阪で本番の前カレー食べがちっていう。なるほどね。そうね。なるほど。いや、じゃあちょっと、じゃあ次市販台ね、はい、市販台も実はこの間フェスで、まあ、あの教官に来てもらう公演の前にフェスで本番があったんですけど。あ、なるほど。玉置浩二さんのコンサートが。いいな、いいな。もうね、むっちゃうまい。いいな、いや、何食うたらあんななるんやろな。食うの問題。ほんまに歌うまい。いや、あれ僕ね、やったことないんですけど、いつかあのやりたいなと思ってるんですけど。いや、本当にね、ちょっと感動しましたね。あの、でみんな言いますよね。フェスティバルホールでね、まあ 2days やったんですよ。はい、でゲネなんてそこまでね、あのたっぷりせえへんやろって、うんうん、高くくって早終わって飯食いに行けるんちゃうかって話をこっちでもしてたんですよ。はい、あ、そしたらね、もうゲネ最初から最後まで玉木さん出てきて、もう全部 歌いちぎって、もう本意気ですよ。もう最初からもう後ろから見てるとね、あの、もう空っぽのフェスティバルホールで一人でうわーってシャウトして歌ってるのを見たらね、ちょっとなんかゾーっとして、プロだな、プロ、本当にプロやなと思いましたね。お客さんがもう見えてるんでしょうね、あそこに。プロだな、全力で歌って、ほんまに本意気で歌って、さすがっすね。さすがでしたね。そうだから、フェスティバルホールで、まあ、その仕事が続いたんで、その時にもう小谷さんと初日にインディアンカレー行って、あ、行ったんですね。そう、行った。でその時にも、あ、スパゲッティしたよかったって言ってたんですよ。ほんで2日目はもう小谷さんがインディアンカレー行くっていう、2日目も行くって言うから、いや2日続けて行くか言うて話になって、ちょっとちゃうもん行こう言うて、で梅田の方にちょっと歩いたところにね、道地下っていう、道島地下街っていうところがあるんですけど、お、うん、その地下街に食べるところが数軒あるんで、そこ行って、でちょっと入ったことないとこ行こうか言って、ちょっと海鮮丼のお店があったんで、はい、そこに入って食べたのがこちら。おお、これなんていうんですかね、トロタクっていうんですかね、あのネギトロにタクアンが入ってるやつ。そうですね、俗に、うん、俗に言うトロタクですね。トロタク丼。そう、トロタク丼。これね、あんまり普段それ頼まない方なんですけど。あ、普通はあのネギトロ丼とかにしてしまうんですけど。はい。なんかその日どうもタクアンずれてたんですよね、体が。ちょっと一回頼んでみたろうと思って。はい。トロタク頼んで。意外や意外。盛りもいいっすね。あ、うん、そう、盛りも結構ポンとこう、ね、はい、あって、ボリュームもあって、意外にトロタクってうまいなって思いましたね。僕ね、お寿司屋さん行ったらほぼ頼みますよ、うん、あ、マジですか。はい、あのいつも絡んでくれるピアノのかおちゃんさん、はいはい、必ずトロタク頼んでる。トロタク好きなんや。はい、そうか、トロタク言えばカオちゃんくらいの勢いでトロタク頼んでたと思うんです、確か。トロタクといえばカオちゃん。はいはい、なるほど。ちょっとあの、じゃあそっち行った時に美味しいお店教えてもらおう。はい、トロタク、ね、いや、ちょっと今回トロタク食べ、まあ、初めてに近いぐらいなんですよ。トロタク食べたことなかった。そうだから食ってみようと思って食べたら結構いけたんで。美味しいですよね。うん、またちょっとトロタク開拓していきたいと思いますね。そう、いや、そんな感じでね、まあ、でもほんまにね、まあ、ソロタクにもまあ感動はしたんですけど、そう、もう全然火にならないぐらい玉置浩二は感動しましたね。いいな、いや、びっくりした。ビルボード根性ですね。そう、ビルボードクラシックでね。いいな、うん、そういうアーティストの
プロ根性というかものすごく勉強になりますね。違うジャンルでも。しかももう60半ばぐらいですよ。あ、そうっすか。そう、市販台がアップするのにオイルさしてたら、あの、すいません玉木さんちょっと通られますんで、あの、音出しちょっと控えてもらっていいですか。あ、まだ大丈夫です、まだ音出しませんって。スッと入ってきはった時に、なんかこうハッとかぶってですね、うわかっけーとか思いながらじっと見て、やっぱり違いますね、ああいう人たちはね。そうだな。いや、そんな感じでですね、あの、まあ、うまいもんも食いつつ素晴らしい音楽も聴きつつ、いいな、楽しかったですね。さあ、じゃあ MJ 教官はもう一つ、まあ、あの、コテコテのコテコテのコテコテのがこちら、はい、デデンコテコテすぎるんですけどこれコーナモンパーティー、これ一人で食ったんですか。あ、これは3人で食べたんですけど。あ、3人で、はいはいはい。もうね、やっぱあの大阪かてかね、これあのインディアンカレーのその数時間後だったんですけどね同じ日っていうかすぐ後なんですけど、はいはい、意外と大阪でたこ焼き食べてないっていうお好み。あえてたこ焼きを食いに行くことってないですもんね。ないっしょね、うん、それで、まあ、あの公演、あの恐竜さん終わって、はい、お店がね開いてないんですよ。うんうん。それで、まあ、帰り際にあの買って帰ろうかと。なるほど、はい。でタコパー、のお家で作ってるタコパーしてもいいんですけど、はい、そこそこお腹も空いてたので、うん、買って帰るっていう。なるほど、はい。いやでもなんかたこ焼き売ってる場所でね、たこ焼き買うつもりで買いに行ったのに、はい、その横でお好みがジュー言うて焼かれてるのを見たら欲しなるでしょ。そうなんですよ。で、あの味が何種類もあるじゃないですか。はいはい。で、あの、でこれもね、キムチとかやっぱ、うん、チーズとかで、あと普通のいわゆるやっぱプレーンの、うん、たこ焼きと買ってまうんですよね。食いたなりますよね。うまいっすよ。うまい。しかもあの大阪以外の場所やったらたこ焼きって割とそんなに味のあれがないんですけど、バリエーションないんですけど、はい、大阪のたこ焼きって結構多いんですよね、うんうん、だから醤油マヨネーズとかポン酢マヨネーズとかなんか組み合わせもいろいろ変えれるし、そう面白いんですよ、無限大。チーズかけるとかね、うん、で、あの焼きそばも買ったんですけど、うん、ここの店なんかね、焼きそばが意外と太麺で、あ、それいいね。僕はあのすごい好きで、ちゃんとあの僕手元にまた追いマヨネーズ用の、はい、を持って、はい、さらにマヨネーズをかけてずっと食べる、かけながら食べるという、はい、なるほど、無限マヨネーズ、マヨネーズ、エンドレスマヨネーズエンドレスマヨネーズねなるほどね。いや、大阪をじゃあ満喫して一応帰られたんですね。あ、もう楽しかったです。もうあんま時間もなかったんですけど、そうだから市販台がねちょうどいないっていうか、まあ市販台がちょっと大阪にいなかったので、はい、全然ね今回絡みがなかったんですけど、意外とちょうど実家で、ね、実家というか地元のね、相生市で、ソロさせていただく機会があったので、はい、そちらの方にちょっと帰ってたんでね、ご一緒することができなかったんですが、ちゃんと食べるものを食べてちゃんと堪能して帰っていただいたみたいでよかったですなるほど。じゃあ次市販台で最後の一品、はい、最後の一品はみんな大好きお肉でございます。こちら、お、これはね、これあれじゃないですか、え、牛宮でしょ、牛宮城牛宮城あの知ってます、今宮迫が始めたあの焼肉屋さん。あ、そんなんあるんや。今あれですよ、日本中はそれで持ち切りですよ。あ、マジですか。宮迫が東京でやっとオープンした焼肉屋さんがあるんです、牛宮城、はい、渋谷で、一等地で。そんなそれですか、これ。じゃ違います、違います、あ、渋谷じゃない、渋谷まで行ってられません
これあのね、堺で食べた焼肉屋なんですけど。あ、堺です。そう、堺でね。あ、なるほど。あの、そう、あのね、師範代がお世話になってるあの奈良の一般バンドがあるんですけど、はい、そちらのバンドの、団長さんと打ち合わせを兼ねてちょっとご飯行きましょうって誘われて、でお肉食べに行ったんですよね。おー、うん、そしたらね、もうそこのお肉屋さんが結構いい感じのお店で、あのこのサシの入ったこのね、このバラのようにこう持ってあるお肉、すごいですねこれ。こんなん出てきてね、でちょっと炙ってる程度で大丈夫なんでって言われて、わかりましたって言って、でもあのそう、あのね、はい、団長さんはね、よく焼いて食べたい人やったんですよ、はい、でよく焼いて食べようと思って焼いてるうちにジューって縮んでいきそうな勢いやったから、あ、これ焼いたあかんやつですね言って、はいはいはい、はい、そのままジュージューでパクッと、いいな、もう油がふわーって溶け出して、もう口の中でヒューってなくなっていくみたいな、いいな、うまかったですね。イリュージョン、イリュージョン、もうほんとまさにイリュージョン。これもう一つの写真、タンなんですけど、これタンっすか。そう、タンが立ってるんですよ、すごいっすね厚切りタン、特選厚切りタンってやつだったんですけど、厚切りだ、もう厚切りがすぎるぐらい、もう立ってこうブリッジ状態になってるっていうねもう厚切りっていうか、もう切ってないんちゃうかそのままあーってそう、いやでもね、たまにこういうなんか美味しいお肉って食べると本当なんか幸せホルモンが出るんか知らんけど、ものすごいなんかハッピーな気持ちになりましたね。いいっすね。あ、いや、いいと思いますね。お腹空いてきたな。そう、今こういう話しながらすごいさっきからグー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 腹になってるいいっすね。いや、そうだ、やっぱりね、なんかなんやかんや言うてあちこち我々行ってますけど、行った先々でちょっとしたこういう美味しいもん食べて、で、まあ仕事の疲れを癒して、もう今も腹グーって言うとてな感じで、まあ飯テロをご紹介させていただきましたけれども、皆さんは最近何か美味しいもの食べられましたでしょうか。また美味しいお店情報などございましたら、ぜひコメント欄で教えていただければなと思いますので、よろしくお願い申し上げます。あーす、ってな感じでですね、今回はサクッと飯テロの会をお届けしましたが、これ本当ね、もっといっぱいあるんですけど、うん、あの終わらなくなっちゃうんでそう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 いや、あのね、やっぱ飯テロ、我々こう飯テロ会を撮るために写真撮ってるっていうよりも、写真撮ってるのがたまたまあるから、本日は飯テロ会やろうかみたいな、ついでで飯テロ会しちゃうんでね、はい、あるんすよね。そう、いっぱいあるんですけど、まだまだあるんで、そう、今度ね、お互いに飯テロ会をするつもりで動画撮っとくっていうのもありかもしれないですね。あ、出てきた、例えばね、ハンバーグとか食べに行った時に出てきたジュー言ってるやつを動画でもう撮影しとく。なるほど、これいいかもしれないです。あ、それいいかもしれないっすね。ね、うん、次の飯テロ用に、まあ今思い出したんですけど、はい、あの、まあ、某服部さんとあのおそばっていうか、 うどん屋さんっていうか、はい、つけがまうどん、 あ、つけがま、あそこうまいっすよね。今思い出したけど、 うまいよね、あそこ、ね、あそこ行きたいっすね。で、某大門さんの周りってなんか美味しそうな店いっぱいありますよね。いっぱいあるんすよ。あの辺の飯テロ会とかやりたいなってちょっと思ってきちゃう。いいと思います。あの大毛さんの周辺の飯テロ会へ行きましょうか。飯テロ会、はい、ね、大毛さんに行った時にちょっとそれ収録しに、ちょっとその周り近辺の美味しいところも、そうそう、大毛さん、はい、あの何軒かはしごせなあかんことになると思うけどねだから拭いて、はい、まあ、なんかして食べに行って、うん、また拭いて食べに行くいいと思います、いいと思います、はいはい、吹いたらお腹すくんでね。そうそうそう、我々あの有酸素運動してるんで、もうどんどん燃えちゃうんで、うん、いい企画ですね大毛大毛さんでいろいろ吹き比べて、その後食べ比べる、食べ比べと、はい、いいと思いますね。皆さんぜひ
楽しみにしておいてくださいてなわけでですね、先々なんかご予定あったりしますか？お姉さんも審査されたあの某ジェッタの某ジェッタの、はい某コンクールが、はい、ちょうどこれが配信される日にあるんじゃないですか。何日なんですかね。12日ですね。はいはい、の土曜日に、はい、決勝戦、うんうんうん、審査されてるんですよね。なので、はい、教官が、そうなんです。なのでちょっとそれを楽しみに今してるっていう。なるほど。いやでもあれ予選結構な数ありませんでした予選ほんまに大変やってんからすごい数審査しましたからね。すごい数じゃないですかあれ。これあのね、ずっと聞いててね、あのやっぱり審査するの苦手というか、基本師範代あんまり好きじゃないんですよ。なんか自分の一挙手一投足で人のね結果が決まるじゃないですか。だからすごい責任重大ってずっと思うんで、はい、だから全部聞くときは全部一気に聞き切って、ちゃんと最初の印象もあるうちに全部の点数をつけたいと思うから、うん、もうほんまに一日中こうなってずーっともう目ちばした状態で YouTube 見ながら聞いて、はい、でそれで全部審査しましたからね。いやね、みんなその同じ環境で撮れるわけじゃないから、はい、なかなか、難しいですけどね。 そこも難しいんですけどね、やっぱり、まあ、できるだけ公平に審査して、できるだけね本当のその人の実力を聞こうと思ってね、うん、聞かせていただきましたけど、ね、でもみんなすごいね。上手でした、うん、いやでも自分が高校生の時のこと考えたら、うん、もうなんか全然もうそんなところ食い込んでいけないと思った。やっぱあれ何でしたっけ、美しき愛のメモリー美しい人生よまあでもその結果発表がおそらくもう今はなされてるぐらいだと思うので、はいね、そういうのもぜひね、ツイッターとか、Facebook とかでジェッタの、アカウントをフォローしていただけましたら、結果も出てくると思いますし、で、配信もあるんですよね。あれ配信あるんですか知らん感じやな要チェックですね。そう、要チェックですね。我々もちゃんとチェックしてなかったら情報分かってないですねいや、なのでぜひね、ジェッタのアカウントをフォローされてみてください。きっとね、楽しい配信もいっぱいあると思いますんで、そう、ね、要チェック、ね、要チェックでございます。はいはい、お姉さんの方はですね、今週末、まあ、今日配信してるのが土曜日だと思いますんで、明日なんですけれども、3月13日日曜日、午後2時からなんですけれど、奈良県にありますですね、大和郡山城ホールっていうホールがあるんです。でそこで、師範代がいつも、先ほども団長さんと焼肉行きましたっていう話してたのはそのバンドなんですけども、はい、奈良にあります奈良アマチュアウインドオーケストラ A ウィンズっていうバンドがあるんですけれども、で師範代そこミュージックアドバイザーっていう役割で関わらせていただいてるんですけれども、はい、その明日ね13日に行われる演奏会に師範代も指揮振って、登場しますので、近辺にお住まいの方々はぜひ聞きにいらしてください。そしてライブ配信もどうやらあるみたいなんです。なので、うん、こちらも Facebook それから Twitter、両方ともアカウントがありまして、おそらくライブ配信こちらですっていう URL をその時になるとアカウントが発信してくれると思いますんで、フォローしていただいて、はい、お待ちいただいたら無料でお聞きいただけますんで、ぜひ皆さんこちらの方もチェックしてみてくださいと。はい、てな感じでいい感じですね。もう持ち手の部分がグリップがボケてますけどねじゃあせっかく指揮棒持ってもらってるんで、指揮棒で今日はブンブン言っときますか。いきます。おい、宮西尾美のミッドナイトシスターズでした。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。意外と喋っちゃいました。もうバサバサ言っちゃってください。もう
もう独特だ。分からんことがすごい多くない？はぁーってこうやってやってる。そうそうそう。そうそうそう。パーンパパパーンパパパーンパーン。全然分かんない。だってあの1曲目あのルスランとルルムラだったんですけど、うん、パンパパパンパパパンじゃないですか、うん、パンパパパンもうオケだけでやるみたいな。いつ始まんねんみたいなって。